第2次依存層の戦いは、第1次世界大戦中のイタリア戦線で、1915年7月18日から8月3日に、かけて、イタリア王国と、オーストリア・ハンガリー帝国の間で戦われた、海戦である。2週間前の第1次依存層の戦いにおける、失敗の後、イタリア軍の総司令官、ルイージ・カドルナは、増強した砲兵の支援のもと、 オーストリア軍戦線に対して新たな攻撃を加えることを決定した。カドルナの取った戦術は単純で、つまりは前回そうであったように粗雑なものであった。イタリア軍はオーストリア軍の残豪の正面に陣取り、鉄条網を制圧した後に敵陣に乗り込むという計画である。イタリア軍はオーストリア軍に数で勝っていたものの、 舞台に行き渡るだけの鉄条模様のカッターを持っておらず、機動力が制限されることとなった。イタリア第二軍と第三軍が攻勢をかけたカルストコーチでは、視力を尽くした白兵戦が繰り広げられ、双方に甚大な損害を出した。この恐ろしい混戦の中では、銃剣、サーベル、ナイフ、それに様々な金属片やガラクタまでもが戦闘に用いられた。 ハンガリー第20師団は、その将兵の3分の2までを失い壊滅、師団は構想された。7月25日に入り、イタリア軍はサンミケーレ山を占領した。これはそれほど急峻な山ではなかったが、かなり広い地域を制圧できる成功点だった。オーストリア軍は、リヒター大佐が指揮する数個の精鋭からなる連隊を送り込み、 奪還のため必死の反撃を行ったが無駄に終わった。イタリア、オーストリア両軍が弾薬を移行したため戦闘は終わった。3週間の戦闘で9万人もの将兵が戦死した。ありがとうございます。